人形山は、富山県南都市と岐阜県白川村にまたがる、日田高地北部に位置する標高1726メートルの山である。日本三百名山、新日本百名山及び岐阜百山の一つに選定されている。登山口は、富山県側にある。白山を解散した隊長が解散したとされ、古くから、修験の場として登られていた。長が、 奈良時代に山頂の東北東を約 1.4km 地点に白山門元堂を創建し平安時代の1502年に山陸の南都市城なしに移されたと伝えられているこの白山宮本殿は1958年5月14日に国の重要文化財の指定を受けている白山宮の祭礼にて奉納されている小切りしは 1973年11月5日に記録作成等の措置を講ずべき国の無形の民族、文化財に指定された五箇山の歌と踊り一つである。五箇山地域にはこの人形山にまつわる悲しい伝説があり、アニメ漫画日本昔話でも人形山というエピソードとして制作、放送された。実際に山腹には二人の幼子が手をつないで、 踊っているかのような、残雪による人形の形をした雪形が現れ、三名の由来となっている。古くは、人型山と呼ばれていた。昔この山の麓に、新人深い山馬と二人の娘が暮らしていた。三人は体調が創建したとされる、白山権限道を拝んでいた。ある日山馬が滝木を取りに、女人近世であった山に入ったところ、小枝を跳ねて、 目を痛めてしまう。二人の娘が熱心にお祈りし、権元様からのお告げで、山上の病に効く湯に山坊を背負って通った、ところ目が治った。ある朝山上に、権元様がいるのに二人が気づき山頂に、お参りしたが、下山途中に、山が荒れて、麓の山坊のところへ戻らなかった。春が来て、山の雪解けが進むと、 山肌の残雪が二人の娘が手をつないでいる形に見え、この山が人形山と呼ばれるようになった。人形山の伝説さ、ジンゴロが木の人形を掘り、それに入根して、山地を開拓した後ここに埋葬したとする説も伝えられている。例年6月の第一日曜日に山開きが行われる。山頂付近からは、西に両白山地の大門山、旧が、竹。 白山などの山並み、東に、飛田山脈の縦山連峰から乗り倉だけへと連なる、山並み、御嶽山、周辺の飛田高地の山々などが望める。近くにあるピークの山が辻山と共に登頂されることがある。山が辻山への登山道は1986年に五海山保障会により切り開かれた、富山県側から以下の2コースの登山道が開設されている。 岐阜県側からは登山道は開設されていない。中根平コース登山口の中根平には、中根山荘の無人の山小屋がある。山頂の北4 4トルに位置する。南側の両城山地の三方崩れ山から望む。 小川の鳩谷ダムこと人形山周辺の日田高地の山並小川を挟んで、西側の両城山地に対峙する日田高地の飛越国境山地の和みね。ふもとの南都市の世界遺産に登録されている越中五輪山愛の倉集落の合掌造り集落からその山陽を呼び、西面にある手をつないだように見える二つの人形の雪形を6月中旬頃に望むことができる。 都並平野から望まれる山陽は、なだらかな女性的な山陽である。山頂部には、高層湿原がある。山頂の南東1 5トルには三月寺山があり、西北西3 6トルには大滝山がある。南西三六の小川の椿原田六以下の小川水系の支流の源流となる山で、日本海側の富山湾へ流れる。 小川の椿原ダムの北東 5.6km に位置する。西山6の小川沿いに東海北陸自動車道と国道156号が通る。東山6の戸賀川沿いに富山県道、岐阜県道34号戸賀川合線が通り、上部区間は豪雪地帯のため冬季閉鎖される。山頂の南東 5.2km には牛首峠があり、林道が通る。 ありがとうございます。